ノーミルクサトでございます、ね。サッカーアカデミー今日はなんじゃろな、こんなじゃろな、ドんンてた、おい。森保ジャパン選出傾向投稿北中米ワールドカップコラメンバーセンターバック編。いやこれなんかちょっと先のことまでグッとね、こう、古きを温め、新しきを知るじゃないですけどね。はい。先行の歴史を先生が振り返る回、うん、ということでしょ、これね。とういうことでございます。日本史ですよ、これは。 山川出版社ですよ、ある種ね、これ。そんなでしたね、教科書。用語集も売ってます、よ同じデザインも。ということで、今日は皆さん、今回はセンター登録ぜひよろしくお願いします。ということで、ですけれども今回この企画なんですが、キーパー編だけ既に出ているんですけれども、過去5年間の森保ジャパンプラスロシアワールドカップにおける日本代表の選手状況を C1 シートグラフィック どんなんじゃそれは。ということで見ていただきましょう過去の戦術状況こんな感じドあこれ一番左からロシアワールドカップの時のから始まって一番右がカタールワールドカップまでってとこに続いてくるんですけれどもその時に呼ばれた方々をこの三色の枠で囲ってある方々がその会における招集メンバー。 えー、塗りつぶされてる方がその時のエスターメン。ピンクの方が途中から出た予定方々になっております。わ、はい、かりやすいな、これ。ありがとうございます。吉田真也さんってすごいですね。そうなんですよね,ね。伝説の人物ですね、こうやってなるとね。<laughs> 吉田天使これ何個かその選ばれてない時あるんですけど、これ何かって言われたら、はあ、えー、いわゆる E1 の時とか、うん 通常停止で聞こえなかった時とか、コパ、うん、アメリカの時とか、そういうところだけなんですよね、呼ばれなかったのって。なるほどね。だからずっと基本的に彼は格であり続けたっていう。こ、ね、これはずっとのの表の欄外左上ずーっと

その時までは、吉田、牧野という二人が、まあ、ずっとできるね、この、えー、森谷第一次、はい、森谷ジャパンの序盤を支えていたというところがありました。はいはい、はいはいはい、じゃあ、なんで、そういえば、ロシア大会のメンバーだった庄司選手とか、はい、思えば、うん、上田直道選手なんかが、森谷大成の序盤になって、急に呼ばれなくなるんです、ねうん、あそうですね。はいはいはい。はい、これを思えば、何だったかって思い出すと、うん、ヨーロッパに移籍されましたね、ねと。レギュラーが取れなかった。 特に庄司選手のあのは、すぐ怪我があったりだとか、ねそ,うだね、そうなんですよね。だから、その庄司、上田に次ぐ、まあ、三浦健太選手が呼ばれ始めたのと、うん、若手の冨安さんがロシア終わってすぐのところから、そうだね。うん、呼ばれ始めて。ね、その海外にいて、まあ、大成功の、ね、レギュラーを取っているというそうなんですよね。うん、だ思えば、吉田冨安っていうところは、もうロシア終わってすぐから、もうこのコンビは始まっていたんだったね、うん、なんてことが。 だけの世代を飛び越えて守ってんだ吉田さんっつうのは偉大な人だなすごいねね上ともやってるし、ね、<ー>思えば、ね、い。<ー>でセンターバック組に関してはじゃあ何がこうの例えば牧野さんが途中から急に呼ばれなくなったりだとかいろいろありましたけど、はい、何が一つ転換点になったかなと思うと。うん 僕はね、2020じゃったんじゃないのかなと思ってます。はい。あの、要はコロナになってしまい、世界、はい、全世界的にね。うんうん、それで2020年に4試合だけ試合が行われたんですよ。日本代表の試合。はい,はいはいはい。で、それがもちろん全部無観客だったんですが、うん、ヨーロッパでやったこと皆さん覚えてますかと。ヨーロッパでやったっけ そう。あの、要は国内組を代表戦みたいなことができる状況になかったので、オールヨーロッパ組だけでヨーロッパで代表戦をやったなんてことがありました。スプリッツーが違う、違う、っとそれはそこから2年後くらいなんですけど、その時から、いわゆる完全対等したと言って過言でないのが、板倉孝だったんですよね。なるほどね。 でその段階で、吉田、板倉、冨安、プラス、うん、上田直道という形だったので、うんうん、もうほぼ3枠決まって、上田選手のところが彼が当時から第4、センターバック状態になってたから、うん、そこだけ、あとは誰が入ってくるんだろうね、っていう感じのところになっていましたと。 でそれが結局はえー、まあ伊藤弘樹選手と谷口翔吾選手が最終予選と、うん、その後のところでまあ対等してきて、はい、まあ結果的にはスリーバックもやりながらっていうま五、あ、人体制で、えー、カタールワールドカップは乗り切ったという流れになりましたと。田、うん、さんもね直前に怪我があったけどぎゅっと直してね。カタールでも主役の座をと言いますか。<笑><笑>そうだよね。ともしちゃうし。ね。まあたださこれだからここでまだ言うべきことじゃないんだけど、はい、ないかもしれないけどマーラさん。はいはいはい 俺、特にあの、カタール経験した中でも、はい、板倉幸と久保竹久保武さんの二人に関しては、うんうん、やっぱ、すごいやるせ、なんか、次の大会に向けての気持ちが、誰よりも入った二人なんじゃないかと僕は思っていて、はい、久保選手は体調不良でベンチ入りできず、はい、板倉選手は、あの、出場停止でクロアチア戦いなかったんですよね。うんうん、あ、そうか、そうでしたわ。この二人だけは負けてないんですよ、要は。<laughs> なるほど、ね、クロアチアに。うん、なるほど。 だから。誰も負けてないけどね、<や> PK は。そうそう、負けてない。負けですからね。負けないんだけど、えー、より負けてないというか、なんというかいい。そうですね。なので、彼らは次に向けてよりやってくれるんじゃないかっていうふたになってくるから。あら、今もコンディションブンブン振りましたね。そういうことですね。うんうん、ってことで、これを今度、じゃ第二次森安ジャパンで今呼ばれてるよっていうシートに直すとこんな感じになります。とはいはい、はい、まあ、吉田麻也さんは、新しい2023年の方の、うん、うん 代表にはまだ入ってこなかったですけど、いわゆる板倉さんが最年長になって、<laughs> いいすごいことですけどね、これねそうなんですよね。で、あとは町田浩輝選手、あとは瀬古選手、藤井晴也選手、うんまあ、あとはここに、あちょっとサイドバックの方に行いっちゃったんで、あ,のあれですけど、伊藤洋輝選手も、うん、まあいるよっていう形になってますかねうん、うん、と。だ 吉田選手の後、まあ、谷口選手は今回ね、移籍直後だから呼ばれなかったって可能性が高いと思うんですけど、はい、はい、要はロンドン世代の谷口選手だったりも、リオ世代も一気に飛び越えても、板倉君にキャプテン任せたぐらいですから、うん、ちょっと一気にセンターバック若返る可能性の方が多分高いじゃないそうね。やっぱよし、あの表見てもわかるように吉田さんが偉大すぎたわけだから、二世代飛び越えて守っちゃったわけだからね。うんうん、そうなんです、ね、逆にここで変えないとっていうのはあるでしょうね、これ、ね、あるでしょうね、うん。で、その下がまた、うん、 出てくるぐらいにならないとね。そういうことですね。<ー>で、現状だと、板倉プラスバス東京製だったら、町田、富康、伊藤博樹そしてセコアユム、はい、藤井春也といるので。この辺がね、ヨーロッパ主要チームで誰が一番早くレギュラーを取るのかということにも。やっぱり。そうでしょうね。いや、でも、尺で考えると2026でしょ、ワールドカップはね。そうなのよ。3年あるから。まだ,まだこれ、パリもね。ねえ。そうだね。チャンスあるでしょ、これ。ってことで見ていきたいんですが。えーえー ちょっと左下だけ追加しましたけど、一個問題なのが、今のこのいわゆる本大会の3年前の段階で言うと、パリ世代で J1 で確実なスタメンになってる選手ってのが正直いません。そりゃ難しいです。パリ世代って何歳よ、今。21とかですね。21、22。バックのレギュラーはなかなか大変じゃないただ、まあさ、思えば。思えば 45年時を回すと戻すと、はいうん、板倉冨安はじゃあその時何してたの偉大よのそうなんですよ、ね、偉大よのそれを考えるとそうなんですよあじゃあ出てきてもおかしくないし出てこなきゃ逆に困るぐらいなんだそうなんですよ まあもちろんあの、ちょっとね、以前の比べると、そのコロナで1年間、ちょっとなかなかいろいろ難しい時期はあったので、その分いろいろ考えなきゃいけないと思うけど、ただ先ほどの表にいなかったところとしては、今回呼べなくなっちゃったけど、あの、マリノスの角田くん。 そして、あとは、今、セルティックに行った小林祐希選手。はい、そうだね。このあたりも東京世代から入ってきてるところがあるので、現状で見るならちょっと東京世代にセンターバックのすげえ奴らが集まりすぎてる。ああ、うん、で、強化もしたわけでしょ、オリンピック、えー、に向けて。そうなんだよ。まあ、毎世代出てくるもんではないのか、代表へ代表級の選手っていうのは。かもしれない。だって、それはキャップも積ませるなきゃいけないわけでしょ。そうなのよ。この傾向を見てると、やっぱ毎世代コンスタントに出すのはなかなか、 難しいのか。だか逆に東京世代でこんだけ出てきてるのが異常とも言えるかもしれない。うん,う,んう,んうん。うん。だから次はパリじゃなくてみたいな考え方も,も。可能性もあるかもしれない。はい。うん、ただ、あの、あ<ー>まだこういうところに出てきてないけど、セシイス・アンビって新しいパターンもありますから、そうですね。そっち、J リグをね、経由しないでシュットガルトの、はい。えー、アンダーチームに入るどんどん。どんどん出てくるでしょ、そういう方はね。 そういう方がいきなりこう実力して、ぎゅんとこうトップチームに上がってくるようだといきなりやっぱり序列も変わってくるってところはあるでしょうから、またどうなっていくのか、ちょっと楽しみにしていきたいなというところでございます、うん、どんどん時代もサッカーもね、トレーニング、常識も変わっていきますから、うん、これ、傾向を踏まえて、またいろんな顔とも変わっていくわけでしょ、ね、ええ、先生ね、これそういうことだと思いますね。楽しみでございます。すね、あと、これはなんかセンターバックこと限定で言えばさ、あ<ー>あの俺、表紙でこ,うこのメンバーっていうふうに言ったけど、うん なんかほら、ここ2、3年取り立たされてるとある新しいルールの問題があるじゃないですか。何ですかほら、オフサイドが変わるだろうなんだろうとか。なんか今までさ、つま先ちょっと出ても出たらダメだけど、うん、なんかもしかしたらかかとまでギリオッケーになるとかっていうのもあったりするので、高さ型のディフェンダーからよりそのスピード型のディフェンダーの方がいいんじゃなくなるかとか。ああ、そうか。そう。 この3年でもまた新しくなんか変わってくるかもしれませんから。なるほどね。いろいろ注目して見て。この表は面白い。この表ずーっと左にね、上がっていくと、井原雅美さんとかいるわけでしょは柱谷さんとかもいるわけでしょ柱谷さんとかいるわけ。東証柱谷さんそうこずーっと右下イメージしたときに、今、ひょっとしたらこのミロアカ見てくださってる、小中学生のみんなかもしれない。そういうことありますね。楽しみだね。出てきてくれるのは。バシバシ点取りでね。 うん。うはうは言ってるよ、あなたも。センターバックになるかもしれないってことです。全然。世界を目指してほしいですね。そうですね。待ってますよ。待ってます。いっぱいご飯食べてください。そう9 0超えちゃいましょうってことで。いでよということで。はい。正解はセンターバック編でした。夢のある話でございました。これ大好き。キーパーとセンターバック終わったってことは次はえ次、右サイドバックに行きたいと思います。 左右分けてくださる。サイドはね、サイドばっか右左分けなきゃちょっといけないなと思ったので。いいですね、いいすね先生。お願いいたしまーす。はーい、またよろしくお願いします。ということで、ミルアカ、毎朝毎晩いろんな、えー、テーマで動画を出させていただいておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。しますそして、サブチャンネルも毎日やってます。えわーわー,ー,ー言ってます。雑談してます。そちらもぜひ概要欄からお願いして,みてください。いということで、井上までした。のみ里でした。こっちはまた見てね。じゃあね、じゃあね、じゃあね。<laughs>